マリア,アンナ・エレオノ・オーレビル・ヘルミナ・ヨーゼファ・フォン、ハプスブルクは、神聖ローマ皇帝カール6世と、皇后エリーザベト・クリスティーネの次女、女帝マリア・テレジアの妹、ウィーンで生まれた。カール6世には、皇后との間に4人の子が生まれたが、成人したのは、マリア・テレジアとマリア・アンナだけだった。二人は、カイザー・ホーフ宮殿で育った。成長すると、マリア,アンナは、ロートリンゲン公師、 カール・アレクサンダーと恋に落ちた。カール・アレクサンダーの兄は、マリア・テレジアの夫、フランツ・ステファンであった。カール・六世セの政治的判断もあり、二人の恋が、成就するには、多くの障害があった。父・カールの死後しばらくして、マリア・テレジアは結婚の許しを妹に与えた。二人は1 7 4四年一月、アウグスティーナー教会で挙式した。同年、 マリアアンナ夫妻は、おば、マリアエリーザベトの後任として、オーストリア領ネーデルラントの総督に任じられて、ブリュッセルへ赴任していった。当時はオーストリア継承戦争のさなかで、カール・アレクサンダーが、オーストリアの将軍として、プロイセン王国との戦闘に出征している間、第一子を解任中のマリアアンナは、ブリュッセルに残った。1744年12月16日、 マリアアンナは子供を死産し、自らも休止した。母子は、ウィーンの提出のお骨堂に葬られた。カール・アレクサンダーは、マリアアンナの死後も、総督として、ネーデルラントに泊まったが再婚せず、独身を貫き通して、生涯を終えた。マリアアンナ、ありがとうございます。